日本で初めて設立された公立大学法人国際教養大学公立大学法人は地方独立行政法人のうち一般地方独立行政法人で大学または大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うものである。地方公共団体が直接に大学を設置することは学校教育法により認められており公立大学を設置 運営するにあたって、公立大学法人を設立することが義務、付けられているわけではない。しかし、運営を効率化し、投入する、税金額を減らす効果があることから、現在も毎年のように、公立大学法人が生まれている。国立大学法人では、法人理事長が設置する大学の学長と、定められているが、公立大学法人の場合は、 法人理事長が設置する大学の学長を兼任する場合と、法人理事長は学長を兼任せず別に学長を任命する場合がある。これは、国立大学法人の場合、一法人一大学となっているのに対し、公立大学法人は経営効率化のため、一つの法人が複数の大学を設置することが認められているためである。 一法人複数大学の公立大学法人では、設置するすべての大学の学長を法人理事長が兼任することも、設置する一部の大学の学長のみを法人理事長が兼任することも、なお、法人理事長ではない学長は法人の副理事長となる。初期の設立となった法人には兼任のケースが多く見られたが、近年は経営責任を明確化し、 経営と学校実務を分離することで不正行為等を起こしにくくするため理事長と学長を別個に任命するケースの方が圧倒的に多い。この場合理事長は従来の自治体直営型における主張の立場を代理するような形となることから教育経験者以外から起用される傾向にある。公立大学法人は地方独立行政法人法第70条により 大学または大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うこと以外の業務を行ってはならないとされている。また、学校教育法不足第5条により、当分の間、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができないとされていたが、2017年4月1日施行の法改正で、学校教育法不足第5条が削除されるとともに、 地方独立行政法人法第77条の2が追加され、公立大学法人が設置する大学に、当該大学の教育研究所の目的を達成するため、定管で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、養護連携型認定子ども園または、 専修学校を付属させて設置することができるようになった。他の一般地方独立行政法人と異なり、地方独立行政法人法第68条により、公立大学法人の名称にはその名称中に、地方独立行政法人という文字に変えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。その他の制約は特にないが、一法人一大学の場合は、 公立大学法人大学名を複数校を運営する法人の場合は自治体名公立大学法人を使用するものが多い。公立大学法人が導入される以前は地方公共団体が私立学校法による学校法人を設立して大学の設置、運営を代行させる手法が広く行われたが、 そのような公設民営で私学として開学したいわゆる公設民営大学が公立大学法人による運営に移行するケースが相次いでいる。2009年に初めてのケースとして高知工科大学が学校法人高知工科大学から高知県を設立団体とする公立大学法人高知工科大学へ移管された。2010年には静岡文化芸術大学が 学校法人静岡文化芸術大学から、公立大学法人静岡文化芸術大学へ、名王大学が、学校法人名護総合学園から、公立大学法人名王大学へ移管された。また、2012年4月には、鳥取環境大学が、学校法人鳥取環境大学からが、鳥取県と鳥取市を設立団体とする。 公立大学法人公立鳥取環境大学へ移管された。2014年4月には長岡造形大学が学校法人長岡造形大学から長岡市を設立団体とする公立大学法人長岡造形大学へ移管された。2016年4月には長野大学が学校法人長野学園から上田市を設立団体とする 公立大学法人に山口東京理科大学が学校法人東京理科大学から山陽の田市を設立団体とする公立大学法人にそれぞれ移管された。また、整備大学が学校法人整備学園から福知山市を設立団体とする公立大学法人に移管され、大学名を福知山公立大学に改称した。 2018年4月には諏訪東京理科大学が学校法人東京理科大学から諏訪広域公立大学事務組合を設立団体とする公立大学法人に移管された。千歳科学技術大学は2019年4月に千歳市を設立団体とする公立大学法人に移行した。新潟産業大学も2014年に新潟県と柏崎市に対し、 公立大学法人への移行を求める要望書を提出している。さらに、旭川大学及び旭川大学短期大学部のように、地方公共団体が大学設立に関与しておらず、純然たる私立学校として設立された大学が公立大学法人への移行を検討する事例も出ている。旭川大学は旭川市を設立団体とする。 公立大学法人への移行を希望しているが、福知山整備大学の事例と同様に、現法人は高等学校、幼稚園等複数の学校を併設しているため、これらについては法人分離を求められている。以下の大学については、2020年4月時点において、引き続き公営である。しかしなお一部で、独立法人化を検討している動きもある。配列は、全各校によった。 ありがとうございます。